竹中東衛門14代、竹中東衛門12月26日から1965年12月27日は、明治から昭和期の建築設計、受け負い業者、実業家、政治家。竹中公務店社長、貴族院直選議員、陽明、連一。愛知県は愛知郡名古屋で12代、竹中東五郎の次男として生まれる。成果は、慶長十五年頃に、 初代、竹中東兵衛正隆が創始した神社仏閣の造営を担った当領であった。名古屋高等小学校を卒業し、19歳で大阪商業学校に入学。1895年夏に学校の商業実習で韓国にわたり1年間業場を経験した。 1899年神戸市小野浜の三井銀行倉庫工事の準備中に父東五郎が休止したため兄、昇太郎が13代東五郎となり、麗一が工事責任者となり、同年2月16日に竹中東五郎神戸支店を開設した。1909年、竹中は個人営業から合名会社に組織を変更し、同年5月16日、 竹中工務店を設立して、本店を神戸に支店を名古屋に置いた。同年、令一は14代東江門を襲名した。フラー建築が施行した1920年着工の丸の内ビルジング工事の影響により建設業界で、アメリカの経営方式への関心が高まり、東江門は、同年4月に大林組一行と共に、欧米視察に出発した。同年十一月に帰国して、 経営の近代化に尽力した。1937年、竹中公務店は株式会社組織に変更し、同社長となり、1945年長男、竹中れに一が社長に就任して、同会長となり、後相談役となる。その他、海外土木工業取締役会長、土木建築副助会理事長などを務めた。1946年6月19日、 貴族院直選議員に任じられ、同和会に属して活動し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。その他、建築業協会理事長、日本土木建築協議業者連合会会長などを務めた。ありがとうございます。